こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカー育成シミュレーションカルチョビット青、始めていきましょう。今回は下関フォーチュンですね。 N2 4位と思ったら練習試合がある。あと1週か。疲れてないけどね。とりあえず、まあ、試合や、この試合やりましょう。スタメンですね。まどかとくるみ。くるみは残して、エリカに変えて、夏木のままで、あやかに変えて、緑。クラリス付け替えて、試合開始です。 71% 圧倒的ですね。圧倒的有利で見えるが、果たして結果は。さあコイントス、キックオフ。早くピンチだが、サヨがきっちりここは切り抜ける。お、左に、左に打ちましたね。さあゴール前チャンス。ノーホイッスル。さあここはもう頑張ってほしいが、うまくいきません。危険な場面が続きます。さあくるみタッチ、センタリング、花子、花子だ。決めてほしかった。ここからですね、玉の運命の分かれ目っていうとこです。夏木はキャッチ。さあこぼれ球をつかめるか、チャンスをつかめるか。クラリス、わずかに右にそれた。コーナーキックになりました。ナーコかける、入った。先取点さよですかね。もっと攻めよう。
前半終了。さあ、クラリスがちょっと疲れております。イエローカード一つです。サツキに変えましょう。ここはリオに出てもらおうか。おお、早くもピンチだ。おお、パンチング、なんとか返すが、今泉1対1になってしまって同点に追いつかれた。なんと、このパンチング逃れたものの、ここで今泉がで、ゴールへのコースが空いてしまいます。さあ、こうなると取り返さないといけませんと、こんな感じでユーナとエリカを入れ替えましょう。逆襲です。お、早くピンチ。リオが返す。ああ、ここを攻め切ってほしいが、必死のクリアですね。ファールです。さあ、相手ボールのフリーキック。ミホはここを上げて返す。さあ、ここはユーナに渡ったぞ。ユーナはフレッシュでまだ元気だ。下手に蹴ってしまったのは良くない。ノーホイッスル、ミオも。71分経過。くるみ、お、走り出しましたね、ミオ。チャンスをつなごうとするが、これをインターセプトされる。良くない。ユーナが出ます。相手ボールをスローイン。もう疲労がね、相当困憊ですね。これはやばいな。なるべくなら、ペナルティーキック戦に行ってほしくないが、おっと！ファールです。これ相手の、フリーキック。さあ、最大のピンチ。コーナーキックに今度は移ります。もうほとんど時間がない。取ってほしいが無理か。こぼした。まだピンチは続くが、ここで後半勝負ですね。さあ、今 PK 戦にもつれ込んでおります。ナイスブロック。いや、ここは多少有利になりましたね。アーカ決めてくれ。入った。2対0。外したんだ。さあ、これは断然有利です。2点差大きい。ナーコ決めた。3-0。さあ、これでもうレオンハートが外すとこちらの勝利となります。ナイスブロック。なんとストレート勝ち。 PK 戦。勝ってくれました。
前半ですね、まだ1点もあげられませんと思いきや、これですよ。気持ちいい形で前半終わることができましたが、後半7分いきなりですね、今泉取られてしまって、ここ外すんですが、再度今泉が持ってきて、お、何度も3度も今泉しぶとい。あ、なんと反対側に歩いてし走ってしまう通行のミス。パスすると思ったんでしょうね。これで PK 戦にもつれ込みます。その結果、あのこちらのクラワカリバーズが勝利となりました。ジャパンカップ3回戦進出です。勝負強くなりましたねって言われましたね。次の相手は武蔵野ホーネツですか。7位ですね。なかなかの強敵だと思われます。準々決勝、ということで、準々決勝に、進出できました。次回は函館ペンタゴ戦ですね。残り4試合、まあ優勝の可能性は完全に、ほぼ完全に消えましたが、どんなチームなんだろう。まあ C が多いですね。 S もありますが C も多い、似たようなチーム、こちらのややグレードダウンしたようなチームと言っていいと思います。ということで、ジャパンカップ2回戦を突破、準々決勝に進むことになりました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。